戸部警察署は神奈川県警察が管轄する警察署の一つ。横浜市警察ブレーカー第二方面に属する大規模警察署であり、署員数300名以上。所長の階級は警視制。識別証所,所属表示はな。県下で最も歴史の古い警察署の一つである。庁舎は京急本線戸部駅の目の前に立つ。管轄区域内には 神奈川を代表する県下最大のターミナル、横浜駅や港未来21地区を有する。横浜駅周辺は古くから街頭犯罪多発地域であるゆえ、県下の交番で最も多忙とされる横浜駅総鉄口交番を有している。また、上級部署である横浜市警察部は当初館内に設置されている。駅前及び街頭宣伝活動が多いことから、 警備部門の体制強化が図られており、当初には直轄警察隊が配備されている。年末の横浜駅では毎年最末特別警戒が実施され、神奈川県知事並びに警察本部長等の首脳陣が総鉄口交番等を巡視する高齢行事があるほか、近年では著名人を1日警察署長として迎え、各種イベントを行う傾向がある。また、年始には、 箱根駅伝の沿道警備も担当する。管轄区域に指定暴力団田川会系の組事務所のほか、朝鮮総連西横浜支部が存在する。館内居住人口およそ10万人の横浜市西区全域の治安を担っている。ありがとうございます。